タロー・ヌートバーさん、モデルデビュー。ワールドベースボールクラシック WBC で世界一に輝いた日本代表の一員、ラーズ・ヌートバー・カージナルスがモデルとして登場だ。チームの地元であるセントルイス発のファッションブランドアーチアパレルの公式インスタグラムで、とある新商品の PR に一役買った。今回、ヌートバーが身につけているのは黒の T シャツ。前面には満開の桜と自身がバットを持って構える画像が組み込まれ、WBC で東京ドームに鳴り響いた NOOOOT の文字が効果的にあしらわれている。4月に1日からの発売で、ファンから殺到した日本で買えますか?の質問に対して、同社は日本含む海外発送も対応してます、と回答している。よく見ると、ヌートバーの左手首には WBC 期間中に大谷翔平からもらって話題となったセイコーの腕時計が装着されている。こんなところにも、さりげなく敬意を込めた格好だ。あんまかっこよくないな。身長の割に低く見えるんよな。身長の割に低く見えるんよな。広角なせいでラフな印象だよな。それを補ってあまりあるほどスタイルが良いけど。かっこええな。桜吹雪 T シャツ欲しいわ。ジェロム・レバンナに似てると思っとるんやけど、そうでもないんかな。Y 以外行ってる人見たことないわ。これは、日本のアパレル CM がオファーしそう。セイコーの CM もあると思う。ていうか、してくれ。企業さん。大谷が挙げたのはセイコーアストロンだったか。T シャツは絶妙にダサいと思う。少なくともかっこよくはない。ダサいけど自信を持ってきてるヌートバーかっこいい。持ち上げすぎ笑い、そこまでかっこよくないよ。そんなオシャレじゃないとか言ってるけど、日本人の大半は隣に並んだら公開処刑されるだろ。母親の気こすぎなんよな。兄とヌートバー全く一緒の顔やし。ヌートバーはそんなオシャレな存在じゃないからええんや。島村の広告みたいやな。一方マムチはセカンドデビュー。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。